皆さんこんにちは。平成大横綱と聞いて誰を思い浮かべますか？最近の横綱であれば白鵬ですが、やはり貴乃花を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。貴乃花さんといえば、本来であれば今でも相撲界で活躍していてもおかしくない横綱ですね。これ以上ないと言っても過言ではないほどの相撲ブームを巻き起こし、多くの歴史と偉業を残してきました。そんな貴乃花さんですが、ある週刊誌によって8月29日に再婚していたことが明らかになりました。お相手の女性はなんと貴乃花さんの初恋の女性なのだとか。貴乃花さんといえば宮沢りえさんと交際していたことがありましたが、それ以前に交際していた女性ということでしょうか。また再婚された奥さんは元夫を病気で亡くされている未亡人だとも言われているようです。そこで今回は貴乃花母親の不倫、実の父親にまつわる噂と、週刊誌により明らかになった再婚奥さんについてご紹介してきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはまさかと耳を疑うような貴乃花さんの実父が違う噂と母親の不倫について見ていきましょう。貴乃花さんの父親といえば、ご存知の通り元大関貴乃花ですね。若貴兄弟の父親でもあり師匠でもありました。ちなみに祖父は元横綱初代若乃花です。そして母親はタレントの藤田紀子さんですね。藤田紀子さんは二子山親方と結婚した当時から絶世の美女として人気を集めていました。しかし女優業もこれからだという1970年10月に引退を発表。理由は当時幕内力士として人気だった各界のプリンスこと貴乃花との結婚が理由でしたね。その後1971年に長男元横綱若乃花花田勝さんを、1973年には次男貴乃花さんを出産しています。また二子山部屋の女将としても多大なる貢献をし、部屋を支えてきました。そんな藤田紀子さんでしたが、2001年に浮気疑惑が浮上しています。そしてこの年二子山親方とは離婚し、その4年後に二子山親方は亡くなっています。浮気が離婚の決定的な離婚理由とも言われていますね。浮気疑惑だけでも驚きですが、さらに驚いたのは浮気相手が18歳も年下なのです。一般人のため写真は公開されませんでしたが、2人は藤田紀子さんが入院した自衛隊病院の担当医だったことが出会いのきっかけとなったようです。この噂以上に気になる噂といえば、藤田紀子さんの息子である貴乃花さんが二子山親方元貴乃花の実の子供ではなかったという衝撃的な噂ですね。一体なぜこのような噂が浮上したのでしょうか。実は貴乃花さんの実父は輪島じゃないかと言われているのです。輪島といえば第54代横綱であり、横綱時代はトレードマークともいえる金色のまわしや得意の左下手投げから黄金の左と呼ばれていましたね。さらに北の海とともに相撲界を盛り上げました。優勝回数は歴代7位の14回です。そんな輪島と貴乃花さんが親子だと言われたこの噂の理由は、貴乃花さんと兄である若乃花さんの顔が似ていないこと。ちなみに若乃花さんは二子山親方にも祖父の若乃花にも似ていますね。そして決定的なのは、貴乃花さんと輪島の顔がとてもよく似ていると言われていることです。写真を比較してもわかるように、顎のラインが特に似ていると言われています。二子山親方と輪島はライバル関係でありながらも、土俵を一歩降りれば仲の良い親友でした。二子山親方と輪島、藤田紀子さんの3人は周囲も認めるほど仲良しだったようです。また輪島は二子山部屋に頻繁に遊びに来ていました。時には泊まっていくこともあったようなので、藤田紀子さんと輪島の間に過ちが起きた可能性は否定できないのです。輪島が貴乃花父親疑惑が
一部の週刊誌などで報じられた時には、藤田紀子さんがテレビ出演した際に、根も葉もないことで本当にくだらない作り話、最初聞いた時はびっくりしたんですけど、今では怒ることもバカらしいくらい、言い訳もしたくないくらいと完全否定。さらに当初は DNA 鑑定してこの噂が完全なデマであることを証明したいとも言っていましたが、実際に鑑定は行っていません。むしろできないのかもしれません。実はある不可解な噂があるのです。それは以前は二子山部屋の金庫の中に二子山親方の髷が保管されており、部屋の関係者も周知していました。ところがある日を境に金庫の中にあった髷がなくなってしまったというのです。この不可解なエピソードがさらに貴乃花の父親が輪島説に拍車をかけることになったのです。要するに DNA 鑑定することがかなり難しい状況だというわけです。さらに藤田紀子さんは二子山親方との理由について、それを言えたら楽ですけど絶対に言いません、明かすことはできないと語っています。このように理由が明かされないことも噂が大きくなってしまう要因になっているのです。離婚の理由を絶対に言わないと言っていますが、曲げに関係があるのかもしれません。さらにこの噂を真面目な貴乃花は信じ込んでしまい、とてもショックを受けたと言われています。そんな貴乃花さんをさらに追い込んだのは、元プロ野球解説者の佐々木真也さんが自身の講演会で、若貴は本当の兄弟ではないと発言したことでした。もちろん根拠のない発言によって噂が大きくなってしまったことには間違いありません。最終的には佐々木真也さんが二子山親方らに謝罪をしたことで事態が収束しています。二子山親方や輪島が亡くなり、この真相を知っているのは藤田紀子さんだけですね。今後もこの噂の真相が明らかになることはおそらくないと言えそうですが、貴乃花さんは疑問を抱いたまま生きていくことになりそうです。そんな貴乃花さんですが、ある週刊誌にて8月29日に再婚していたことが明らかになりました。お相手の女性は貴乃花さんの一つ年上の一般人女性 A 子さんで、貴乃花さんが10代の頃に交際していた初恋の女性なのだとか。2018年9月に日本相撲協会を電撃退職した貴乃花さんは、家族の在り方についても見つめ直し、同年10月、元フジテレビアナウンサーの河野恵子さんと離婚しました。一方の A 子さんは、貴乃花さんが離婚した2018年11月に25年間にわたって連れ添った最愛の夫を病魔に奪われていたそうです。 A 子さんの亡くなった最愛の夫というのは、かつて東京ヴェルディでゴールキーパーとして活躍し、クラブチーム北海道十勝スカイアース社長を務めていた藤川貴之さんだということが明らかになっています。藤川貴之さんを蝕んだ病魔は胃がんでした。 A 子さんと藤川貴之さんには4人のお子さんがおり、一番下の子を除いて3人は藤川貴之さんの影響かサッカーをしているそうです。互いに同じ時期に長年連れ添ったパートナーと別れ、それからお二人が再会したのには、貴乃花さんがインタビューにて A 子さんとの思い出について語ったことがきっかけだったようです。2023年3月9日に公開されたヤフージャパンのオリジナル動画ネットチェアーにゲスト出演した貴乃花さん。ネットでのみ視聴できるこの企画は、各界のレジェンド級のゲストがシンクの椅子に座ってインタビュアーの質問に答えるだけのシンプルな構成になっており、相撲を軸に独自の人生観を語っていた貴乃花さんでしたが、唐突に初デートのことについて聞かれた際、17、18歳の頃にデートらしいデートをすることができた、今も心の支えですね、その思い出があるから少々のことがあっても耐えられたような気がします、たった一度きりの青春でしたと振り返っていました。貴乃花さんといえば、20代の頃に交際破局した女優の宮沢りえさんを連想する方も多いかもしれませんが、
10代の頃に交際していたということは、宮沢りえさんより前に交際していた方だということになります。まさにその方こそが貴乃花さんの初恋の女性で再婚相手となった英子さんなのです。貴乃花さん自身もこの企画でたまたま発言したことがきっかけで、再婚できるとは思っていなかったようで、貴乃花さんのインタビュー動画を見つけたのは英子さんの妹さんだったのだとか。このことがきっかけで手紙のやり取りをするようになり、再び対面することになったそうです。貴乃花さんと英子さんは再会した時のことについて、不思議と懐かしく思う感覚はなかった、昨日別れて今日また会ったような、会って一瞬にして昔の感覚が蘇ってきましたと明かしていました。お二人が交際していたのは30年ほど前の貴乃花さんが17歳の頃で、当時相撲一筋だった貴乃花さんは初めて恋心を抱いた英子さんと交際をスタートさせました。最初のデートは渋谷のハチ公前で待ち合わせをしたそうです。その後英子さんが住んでいたアパートで同棲を始め、英子さんが車の免許を取ってからはアパートから相撲部屋まで送り迎えしてもらっていたのだとか。しかし当時小結びだった貴乃花さんは相撲に専念し、大関になりたいという思いが強くなったことで英子さんに別れを告げ、約2年に及んだ交際に幕が下りることとなりました。その後互いに別々の方と結婚し家庭を築きましたが、運命なのか同じ時期にパートナーと別れ、貴乃花さんのインタビューでの発言をきっかけに再婚するに至りました。貴乃花さんは英子さんについて、家内は貴乃花になる前から私を知っている数少ない存在、多くを話さなくても分かり合えるんです、一緒に歩んでいこうと家内の誕生日に入籍をしましたと語っており、英子さんも貴乃花さんとの再婚について、夫が亡くなって4年、こうちゃんのことを息子たちに報告すると、お母さんはお母さんの人生をちゃんと生きて、俺たちは全然いいよと言ってくれましたと、子供たちも再婚には賛成してくれていたことを明かしていました。貴乃花さんは再婚する際、英子さんに、30年もかかっちゃったけど遅くなったな、やっと籍を入れられるなと、さりげなく率直にプロポーズの言葉を告げたそうです。現在入籍のみで式の予定はないと語られていた貴乃花さんと英子さん、初恋のあの頃と変わらずこれから2人で楽しく暮らしていくことでしょう。いかがでしたか。今回は貴乃花母親の不倫、身の父親にまつわる噂と、週刊誌により明らかになった再婚、奥さんについてご紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。